私は日本から来ました長谷川正則です。今回2回目になりますけども、日頃、まあ、インプラントの経験はかなり10年、20年近くあるんですけれども、まあ、難しいサイナスリフトとかそういう経験があまりなかったので、ここでたくさん症例をさせていただいてかなり自信がつきました。まあ、今までたくさんのケースはやったんですけども、サイナスっていうのはなかなか日本でも症例はたくさんあるんですけれども、なかなかちょっと手を出さずに大きな病院には回してたんですけども、次回からはたくさん自分の医院でも症例を多く経験を積んでいけそうな感じにまでなりました。次回もまた機会があればまたこのドミニカに来て研修を受けようと考えております。